峰達郎は、日本の政治家、薬剤師、佐賀県唐津市長、元佐賀県議会議員、元唐津市議会議員、佐賀県唐津市山本出身、佐賀県立唐津東高等学校、第一薬科大学薬学部卒業、薬剤師として、有限会社峰薬局の取締役を務める。1995年、暴風の峰正人一議の地盤を引き継ぎ、 旧唐津市議会議員選挙に初当選。1999年、再選。2003年、佐賀県議会議員選挙に初当選。2007年に再選。2011年に参選。県議時代は自由民主党に所属した。2013年1月27日に行われた唐津市長選挙に立候補するも、現職の坂井俊之に敗れ時点で落選。 当日有権者数10万3542人、最終投票率 69.47%2017 年1月29日に行われた唐津市長選挙に再度出馬。4人の候補者による同市長選において自由民主党は、峰の推薦を見送り自主投票と決めたが、前副市長の岡本則之の陣営には、唐津市、 東松浦軍選挙区の4人の自民党県議のうち3人が支援に回った。唐津市議の自民系最大開発人も岡本を支援。岡本は現職の坂井俊幸市長、元唐津商工会議所会頭の大田義久の指示も取り付け有利な戦いを進めるも、約8000秒差で峰に敗れた。玄海町にある玄海原子力発電所3位予報機の再稼働も、 争点となった選挙であったが、投票率は過去最低の63.33%を記録した。岡本のりゆきは賛否を口にしないまま選挙に臨み、一方、ミネは条件付き賛成という言葉で再稼働容認の立場を取った。九州電力と市が結ぶ安全協定の検証を公約としている。2月6日、市長就任。当日有権者数。 10万2796人、最終投票率 63.33%2021 年1月31日投開票の同選挙で、元市議の宮崎千鶴を破り再選。当日有権者数9万8976人、最終投票率57.47%。ありがとうございます。